ハコーセボマリア、どうもハイブルーです。いつも話題出してる BTS が好きな可愛い先輩の話なんですけれど、僕可愛い先輩のね、勤め先、勤務先のバイトに行きたくて、可愛い先輩ってバイトどこでやってるんですか？僕行きたいです。ご飯食べに行きたいです。そしていっぱい店にお金落とします。いっぱい貢ぎますって言ったんですよ。そしたら、あ、うちそういう貢ぐとかのお店じゃないし、うん、飲食店だから、うん、全然来なくていいよって言われて、結果バイト先教えてくれませんでした。やっぱなんか信用されてないみたいです。はい。飲食店っぽいんでね、可愛い先輩のね、実質手料理食べれるんですよね。だからね、すごい楽しみにしております。それでは本編いきたいと思います。スナップシュー。ボンキュッポンの黄金スタイルなんだけど、うん、衣装がゾゾスーツ。この曲線と脇腹と二の腕の引き締まり、うん、パフォーマーに適した美ボディだけど、スタイリストさん絶対スケベでしょ。BTS のチェンホーベなんだけど、うん、世界トップスターの衣装、疑問を感じる。いや、このシースルーエチエチやない、うん、スルーできずに好みしました。ブラックピンクのリサなんだけど、うん、可愛いというか、うん、かっこいいというか、もうなんか優勝、うん、敵なし、最強。またこれもね、ブラックピンクのリサなんだけど、うん、芸術って何？もうなんかアイドルというよりエジプトの神様なんよ。いや、ちょっとチェックシャツの袖着る必要あった？うん。秋葉原でいそうでいない美少年オタク。うん、そしてこの職人が握った寿司食べたいんだけど、この寿司屋さん本当に行きたい。うん。多分六本木の三つ星レストランよりも人気出ると思います。TYT40 かっこいいよね。だけど見てこれ、うん。ボーダー、うん、もうなんか一般人のセンスが追いついてないのか、かっこいいのかわからん。エイスの衣装なんだけど、うん、韓国版 TM レボリューション、うん、芸術って何、うん、世の中にあるかっこいいっていう普遍な概念を破壊しに来てるよね。これは衣装というよりただの布、うん、布、うん、娘になんて衣装着せてんだって親父が怒ってる。うん、エクソカイなんだけど、うん、この歌よりもダンスよりもね、もう腹筋で殺しに来てるよね。もうファンはここしか見ないからさ、もう歌が入ってこんのよ。ちょっと待って、うん。宝塚の劇団員、もう女性用にしか見えんのよ。うん、服としての役割果たしてないよ。うん、よくこれで本人も OK して平然と踊ってるね。うん、なんで？はーい、ってな感じでね、やってきたんですけど、僕の好きな言葉って人間万事採用が馬、いいことも悪いことも後になってみないとわかんないっていう言葉を大切にしていて、うん、導入で可愛い先輩のね、トークのエピソード話してるんですけど、見た感じもう悪いことしか起こってないと思ってるよね。これがいつかね、ひっくり返って全部いいことに変わるとね、信じまくってるんでね。まあそうやってね、僕はまあ割とポジティブに生きてるかなと思います。皆さんもね、ぜひ人間万事採用が馬、これからね、ちょっと念頭に置いて、生活してみてください。人生変わります。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイビー。